2月の24日木曜日です。午後の7時になりました。さあ本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。ラクタベ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手,拍手さあ今日はですね、2月24日ということで、 明日二月の二十五日を迎えることになります。今から千百年前、西暦九百三年二月の二十五日、京の都では右大臣として活躍をしました菅原の三蔵公が九州太宰府で都に戻りたい。 都に戻りたい。そう願いながらも、叶うことなく、あらぬ疑いで流されたまま、明日2月の25日に亡くなったという日になります。つまり、菅原の道真公、命日に当たるのが明日2月の25日で、後、今日の都では天変地位がこれは 道真公の音量に違いないということでその荒ぶる魂となった道真公あら道真の怒りか今カメラが止まりました荒ぶる魂を鎮めるために道真公神様となって祀られ京都北野天満宮が創建されるに至ったと伝えられています 明日2月の25日北野天満宮では梅花祭が営まれまして境内に咲き誇る梅の花をめでながら多くの人が参拝に訪れ祭神菅原の道真公の冥福を祈り手を合わせる日になります。ぜひ明日皆さん北の天満宮を訪ねまして 一歩境内に入りますと、道だ田猫が愛したかぐわし梅の香りが漂ってきます。その梅の香りに包まれながらの境内を歩いて、本殿をご参拝いただきたいと思います。いよいよ梅の季節を迎えましてね、京都は至るところで梅が美しくなってきました。京都御苑、二条城、そして北野天満宮、 西に行けば梅の宮大社南には城南宮などがありましてそう城南宮は私たちの楽旅の京都散歩でも3月に5日土曜日森さんの案内で散策をしますので是非皆さん城南宮の梅はねしだれ梅という少し遅咲きでちょっと3月の5日あたりがいいんじゃないでしょうか。 その素晴らしい梅の美しい景色を城南宮でめでていただきたいと思います今日までは寒さが厳しかったんですが明日あたりから一気に気温が上がってくるようです明日は関西でも15度16度あたりまで気温が上って春の陽気を少し感じることになってくるのかなと思っています 2月の25日、北の天満宮では梅火祭が営まれまして、道だ猫を忍び、多くの人が参拝に訪れるということなんです。そんなね、今日までが寒い、そんな京都で明日からはちょっと暖かくなるようなんですがね、実は昨日、祝日でしたが、私はあるところに昨日行ってきたんです。 まず午前中は、このライブ配信でもたびたび、旅くじで出て生きている場所。そう、世界遺産の比叡山、延暦寺に行ってきました。これは滋賀県の新たな観光に興味を持つ人を増やしていこうということで、オンラインによる配信だったんです。昨日は延暦寺に朝行きましてね、9時に。 あの、東堂の駐車場集合で、根本中道から生中継でインターネットを使いましたオンラインツアーで延暦寺をご案内してきました。あのね、昨日は市内でも気温が1度、2度あたりの午前中でしたので、午前中の延暦寺は寒かったですね。マイナス5度あたりまで下がりましたかね。 もう雪深い場所もあって、もちろんスタッドレスの車でないと上がれませんので、ノーマルでは今無理です。スタッドレスの車で延暦寺まで行きまして、ライブ配信で滋賀県様と近畿日本通立様とですね、京都の魅力をお届けしてました。延暦寺の根本中道の修復現場、これもね、今しかない上の方に、 根本中道の修復を見下ろすようなステージがありましてね、その舞台の上まで行きまして、素晴らしい景色を見下ろしながらの、昨日はですね、参拝部におられます、小林様にご登場いただきまして、小林様といろんなですね、延暦寺の奥深いトークをですね、楽しませていただきました。で、そこから一気にね、午後は、 滋賀県の国宝建築といえば、そう、いろいろありますけれどももちろん、何と言っても、400年前に築城されました彦根城の天守です。国宝天守が400年残りまして、いよいよ、今年2022年には、世界遺産への登録を目指して、 我が国の登録リストに載るのではないかということで今一番大切な時期を迎えているのが彦根城なんです。で、昨日は午後3時から彦根城から再び中継を行いましてね、ちょうど午後3時といえば彦根城が登場しまして、彦根んの可愛らしい姿とともに、しかしね、昨日の彦根、ね、すごかったですよ。あのー、オンラインツアーご覧いただいた方、もうあの風景見てびっくりしませんでした そう。ここは北海道か新潟かと思うような猛吹雪でね。ずーっと雪が降ってました。途中はあられのようにね、パラ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 とも。向こうがかすむぐらいの雪の量で。もう。ちょっと外に立っているだけで、雪が積もってくると。いうぐらいの雪の中を、昨日ライブ中継をしてきたんです。 もう髪は濡れ、服もジャンバーも雪の影響でしっとりとしてしまいましたけれども、ひこにゃんの可愛らしい風景と、そして、玄球園というお庭越しの国宝天守もご覧いただきましてね、彦根城の魅力もまたあの、近江のツーリズムボードに所属されます理事の松岡さんにご登場いただきましてね。 彦根城についてのお話をですね、重ねさせていただいたということなんです。ということで、昨日はね、午前中はマイナス5度近い極寒の寒さの延暦寺と、午後は猛吹雪の彦根城に行きまして、中継を行いまして、今年一番厳しい環境でした。寒さと雪というね、なかなかこれ1日でここまで体験、も私ね、 昨日のあのあ寒さ、遠慮寺、修行かと思いました。<laughs> すごい寒さでした。もうね、あの足の裏が痛くなりまして、途中から感覚がなくなってきました。でも、延暦寺の小林様にお伺いしますとね、修行僧の方は、最初の3年、素足です。素足で3年修行されるそうですから、あの寒さの中、お堂の中、外を問わずに、 素足で、わらじを履いたり、床の上、板間をですね、歩かれたりしているそうなんです。それを思うとね、昨日は靴下を履いてましたから、まだましなのかなと思いながら、もう最後はね、感覚がなかったですね。すごい寒さでした。さすが延暦地。よくね、1200年こんな寒さの中でね、先日あの、旅くじでも、論室完品という言葉が出まして、議論を深め、 夏は湿度が高く冬は寒さが厳しくそして製品やまんじ修行に励む論質官品というその中に「寒」「寒い」という字が入っておりますように延暦寺の寒さは際立っているんですそんな延暦寺を昨日朝の9時から行きまして10時からライブで ズームを使って配信をしましてねまあなかなかな昨日は経験をさせていただきましたもうねある意味記憶に残る昨日は一日でしたで帰ってきましてね夜は茶道お茶のお稽古を行って帰ってで今日は今日でまたね朝から9時から京都新聞 TV の今日のお話の収録8本収録をしてその後11時から打ち合わせ その次1時から打ち合わせ。その次3時から打ち合わせ。その次4時から打ち合わせ。そして最後5時から打ち合わせをして、今7時からのライブ配信ということでね、今日はもう隙間なく、隙間なくスケジュールがね、詰まりまして、ようやくね、このライブ配信が終わると、ほっと一息、はい、つけそうかなということでね、で、明日はね、また朝7時半の電車に乗ってね、与謝野町に行くんですよ。 あの、京都府の観光アドバイザーもね、務めさせていただいておりまして、明日は、与謝野町、あの、日本海側の丹後、天の橋立のすぐ近くの与謝野町に行きましてね、今ガイドをされている方と、これからガイドを目指してみようかなという方を集まっての、観光ガイドの魅力をお伝えする明日は、セミナー講師としてね、ちょっと行ってきます。 観光ガイドの魅力とは何かそれをね明日熱く与謝野町でね語っていきたいかなと思っています。ということでねまあこの昨日今日明日とねなかなかもあっち行って寒さに見舞われこっち行って明日の与謝野町もすごい雪ですかね。あの今日本海側を中心に大雪になってますからちょっとね準備を怠らずに明日もね移動していきたいかなと思っています。 さあ、それでは、今日ちょっと旅へ。本日もどこかのお寺、どこかの神社へとトークで旅をしたいと思います。この箱の中にある旅くじを引くことによって、本日のトークテーマを決めてみたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。さあ、この後今日はね、森さんのオンライン講座がありますから、あんまりね、長引くことができません。 ちゃんとこのオンライン講座までには終わらないといけませんから行きますよさあ、重なっている外側、こちらこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きましてこの中身を改めます。くじ改めです。まずは私が確認をしまして、皆様にヒントを一つ、二つ、三つと出していきます。皆さんはそのヒントを聞きながら、あそこのお寺かないや。 あそこの神社じゃないかな、など、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。わかったー <laughs> という方はですね、時間がないと言ってるのに、早くしないと。なんとか寺なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知ってるか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。行きますよー。 おっと逆さま逆さまでしたいきます本日のトークテーマはわかりました本日のトークテーマはジャンルで言うと石碑です石碑です いつの時代の歴史をしたためたいつの時代のものを刻んだ石碑かといいますと今から150年ほど前の歴史を大きく伝えていますつまり幕末です幕末今日の石碑は今 その石碑どこにあるかというとホテルの敷地の中にありますあるホテルの敷地の中にありますこのホテルがあるところがこれだったのかということなんですちょうど近くには交通の要衝とされる川が流れ 昔は多くの船が行き来した場所でしたその川を下ると宇治川宇治川から淀川瀬戸内海に通じる交通の要衝がこの石碑の近くを流れていてその水路を使うと瀬戸内海の西に通じたということなんです 幕末西の方にあったある藩が京都における出張所藩邸を作ったことを示す席なんですどこの藩かそのホテルに行くとね男前の人物の銅像がありますさあ分かりましたそうです 今日のトークテーマは、幕末尊王上位の急戦方としてその名を歴史に残しました。今の現在の山口県にあたる、長州藩の判定跡になります。さあ皆さん、どこにこの判定跡があるかご存知でしょうかそうですね。現在の京都市役所の東側。 京都のホテルオークラの大きなホテルが建つ場所あそこが現在の山口県にあたる旧長州藩の京都の出張所つまり藩邸があった場所なんです今もうホテルオークラの南側お池通りに近いところに長州藩屋敷跡と書いた石井があって河原町通りに面して男前の長州藩の人物で 今銅像が残るといえば桂小五郎後の木戸高義の銅像があります男前の銅像がありましてちゃんと写真も撮れるようになってるんですただこの長州藩の屋敷は8月18日の政変で京都を追われて 長州へ逃げ帰り後この長州藩屋敷も焼けて亡くなったということなんですただそれ以降も桂小五郎や高杉晋作などは京都でさまざまに活動を重ね明治の新政府の新しい扉を開く大きな原動力にもなっていったということなんですぜひまた皆さんホテルオークラその「 跡地に今石碑と桂小五郎の像がありますので、ぜひ訪ねていただきたいと思います。実際ね、その高瀬川というのが西と通じる大きな水運の要衝で、また三条通りがかつて三条橋を東へ行けば旧東海道、東の国々と通じるわけなんです。東の国と通じる旧東海道、西の国々と通じる高瀬川。 その高瀬川と旧東海道が交わる三条・木屋町の界隈を中心に有力な藩が藩邸を並べたという場所で現在も長州藩屋敷跡の石碑やちょっと下がると彦根藩邸跡さらには土佐藩邸跡など有力な力を持った藩の藩邸があの 高瀬川沿い、木屋町にたくさん並んでいたということなんです。その歴史を垣間見る席として、ぜひ一度またね、訪ねていただきたいと思います。本日は、長州判定跡についての話題でした。さて、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版、今日、ちょっと旅へ。 本日のトークはここまでとなりますさあこの後もう10分ありませんか森明子さんによる森森トークで京都の魅力を学んでいただきます今日は何やらあの神社をご紹介するということで酒とけの神とか酒とけこの神という神様の名前をちょっとねボソボソ言ってましたよ 今日も魅力あふれるオンライン講座。この後、19時半から楽旅大学校一般講座、毎週木曜の夜にお楽しみをいただいております。楽旅大学校が始まりますので、急ぎ、Facebook から、そして、Zoom に切り替えて、19時半からのご受講をお楽しみください。さあ、明日はですね、与謝野町に行って帰りも遅くなります。皆さん、明日お休みです。で 実は土曜日も今度神戸に来ましてね、ちょっと時間の都合が難しく、明日金曜日、明後日土曜日と2日間お休みを頂戴いたしまして、日曜日、今度は19時から同じ時間帯ですけれども、皆さんとお会いしたいと思います。次回は日曜日夜の7時からライブ配信をお届けしたいと思います。それでは、心にハートに元気をチャージする合言葉でしめくくります。さあ皆さん 合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。この好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からも、たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、 京都を好きになるということで、本日は午後7時からお出かけしました。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。あさって、違うわ。明日、あさってお休みで、しあさってです。日曜日の午後7時に再びお会いしたいと思います。本日も皆様ご視聴ありがとうございました。 それではポチー